皆さんこんにちは、なぎさです。今日はですね、皆さんからとってもご質問の多い私の私立矯正の経験談についてお伝えできればなと思っています。これね、たくさんお伝えしたいことが本当にあって、ようやくまとまったので本日この動画でお伝えしていこうと思います。まずですね、8つのカテゴリーに分けてお伝えしていこうと思うんですが、まず1つ目はきっかけ、2つ目はどのようにお医者さんを選んだか、そして3つ目はどんな器具を使って治療したか、4つ目は費用、そして5つ目は痛みや抜歯や口内炎などについて、そして、6つ目は治療期間、そして7つ目は期間中の食事や歯磨きについて、そして、8つ目は結果です。この8つのカテゴリーに分けてお伝えしていきますので、ぜひ最後までお楽しみください。まず1つ目はきっかけなんですけど、昔からね、私立矯正とても興味があったんですよ。私の症状としてはいわゆる出っ歯だったんですけど、見てください、この昔の写真どうですか？全然顔違うと思いません？整形したのっていうぐらい変わってると思うんですけど、整形は一切しておりません。で、このね、口元がちょっともっこりしてると思うんですよ。で、あとちょっとね、歯並びもガタついてるとこがあって、それも気になってたので、ずっとやりたいな、やりたいなっていうのを思ってました。でもやっぱりすごい費用もかかるし、期間もかかるっていうので、なかなか踏み出せずにいたんですけど、ヒロくんが私より1年前に始めてたんですよ。で、毎日私立矯正が本当にいかに素晴らしいか、いかに健康に有益をもたらしてくれるかっていうのを聞いてたのと、あと 目で見てすごいね、みるみる綺麗になってったのを横にいて体感してたので、私もすぐ始めようと思ったのがきっかけでした。2つ目はどうやってお医者さんを選んだかです。これね、めちゃめちゃ重要だと思います。で、このお話をする前に、一つだけお願いというか、まず私が通ってたクリニックに関しては、ご質問や DM をいただいても一切お答えすることができませんので、あらかじめご了承ください。というのも、今通われてる患者さんがいて予約が取りづらくなったりとか、お医者さんにご迷惑をおかけするかもしれないので、ここだけはあらかじめご了承いただけると嬉しいです。どのように選んだかなんですけど、まずね、本当シンプルに一言で言うと、ヒロくんが通ってたからで、ヒロくんってめちゃめちゃリサーチの鬼なんですよ。私人生で出会ってきた人の中で一番リサーチ力が高いかもっていうぐらいリサーチの鬼なんですけど、その彼が見つけてきたから、まあ間違いないだろうっていうのと、じゃあ話にならんやんって感じなんですけど、じゃあヒロくんがどうやって見つけてきたか、ご説明すると、まず私立矯正に関しての専門書を読み漁ったそうです。で、どういうふうに治療するかとか、あとその書籍でどのクリニックがいい、どういったお医者さんがいいかっていうことをまずピックアップして、そこでとにかくね、いろんなところにカウンセリングに行ったそうです。いわゆる初診ってやつなんですけど、これは例えば無料でレントゲンも写真も撮って提案してくださるクリニックもあったし、あとは例えば5000円お金を払ってお話だけでこういう風にしましょうっていうカウンセリングで終わったところもあったそうなんですけど、このとにかく初診に行くっていうのがとても重要だと思います。で、私は結果初診って1件しか行ってないんですけど、そのね、先生に会ってお話ししてすごいね、フィーリングが合うかっていうのも結構重要だと思うんですよ。もちろん治療方針だったりとか技術力っていうのはとても必要だと思うんですけど、矯正って始めると3週間から1ヶ月に1回、もう3年から4年ぐらい長ければ通うわけですよ。そんな中で会いたくない先生に会いに行くのって苦痛でしかないじゃないですか。ただでさえいろいろ大変なんですよ、矯正って。それなのに
会いたくない人に会いに行くのは本当に苦痛でしかないので、まずお話ししてフィーリングが合うかっていうのを、確認するためにも初心に何件か行くことをお勧めします。で、その中でも、私が重要だと思ってるのが歯列矯正の専門医にかかるっていうのも結構重要だなと思ってて、ちなみに私の先生は、抜歯もしない、虫歯治療もしない、ホワイトニングも一切、行ってないクリニックです。で、やっぱりその専門医にかかるっていうのも結構重要だと思うので、例えばホームページなんかでどういう治療をしてるかっていうのは、プロフィールだったり経歴を見ると歯列矯正の専門医かっていうのが分かると思うので、ちょっと参考にそのあたりしてもらえたらなと思います。で、私は1件だけ初診に行ったわけなんですけど、ここでね、先生とお話しして、あ、この先生だったら毎月会いたいって思えたので、そのクリニックに通うことに決めたんですけど、もう最終的にはね、先生もお話好きだし、私もとってもおしゃべりなので、永遠にお話ししてて、歯の治療が進まないっていうぐらいとても、楽しく矯正生活を終えられました。まとめると、お医者さん選びでとても重要なのが、もちろん技術が優れているっていうことが前提ですけど、初診に行ってそのお医者さんやクリニックの雰囲気と波長が合うかっていう確認と、あとは矯正専門医を選ぶっていうところがとても重要だと思ってます。ちなみに私は矯正歯科、そしてホワイトニング、あと3ヶ月に1回通ってる歯科衛生士さんのクリーニング、あとは虫歯治療やメンテナンスっていうのは全て別のクリニックに通ってます。ちなみにこれも全部ヒロ君が見つけてきたところなんですけどね。3つ目はどんな器具を使って治療したかです。で、歯列矯正って聞いて皆さんが今頭に思い浮かんだそれです。いわゆる古典的な表側のワイヤー矯正で治療しました。で、ワイヤー矯正って歯一つ一つにブラケットって言ってワイヤーを止めるための器具がつくんですけど、それがメタルタイプと透明タイプと選べて、私はクリッピー C という透明タイプを選びました。で、これの利点としては、上下ね、6本ずつの見える部分だけその透明タイプにすることによって目立たないっていう利点と、あとメタルタイプだと一つずつね、細いワイヤーで一個ずつ止めていかなきゃいけないんですけど、1ヶ月に1回ワイヤーを調整したりとかクリーニングするのに付け外すんですよ。それがクリッピー C だとこうシャッターみたいにね、シャンシャンシャンって外してカシャンカシャンみたいな感じで本当に簡単に外せる器具だったので、それもねすごいいいなって思って、この透明タイプちょっと高かったんですけど透明タイプにしてよかったなって思ってます。で、私の通ってたクリニックでは E ラインといって、歯のね、並びだけじゃなくて、こう横から見た時に鼻とこの口先と顎のこの点がね、美しくつながるような横側も設計してくれる先生で、未来予想図みたいなのをね、書いてくれて、今これがこれになりますよみたいなので、そのね、見た時にあ、こうなるんだっていうのもすごいモチベーションとして頑張れたきっかけだったと思います。で、ひろくん曰く美しい歯並び二大巨頭がいるそうなんですけど、一人目は石原さとみさんで、二人目はニュージーンズのハニちゃん。この二人の歯列が本当に綺麗っていつも言ってるんですが、何が綺麗って、一つずつね、波形がまずスクエアで、割とね、小さめで、均一の大きさなんですよ。私だとね、この前歯が結構ね、真ん中の2本が大きかったりするのと、ちょっとね、波形がね、丸かったりするんですけど、その二人は本当に歯の形、並び方っていうのがすごく美しくて、あとね、ちょっと、前歯が斜めに内側に傾いてるっていうのもすごく美しいなって思うポイントらしく、私はそれね、先生に伝えて、ちょっと歯を石原さとみさんみたいに内側に斜めにしたいですっていうのも叶えてくれました。あとね、この結構歯茎が見えてたんですよ、前歯。それもね、持ち上げる
あの方法があって、それもやっぱ歯並びの一つで美しく見えるポイントらしくて、その歯茎の見え方っていうのもすごく綿密に計算してくださったので、本当にね、あのそこのクリニックに行ってよかったなって思えるポイントです。4つ目は費用です。歯列矯正する上でここ最も気になっている方が多いと思うんですけど、結果からお伝えすると私の治療にかかった費用は193万5,088円です。高って思いますよね。でも私は本当に一切後悔しておりません。で、最初の見積もりなんですけどこんな感じでした。で、この時点では110万7000円っていう見積もりだったんですけど、まあこのね、費用が増えてしまった原因としては単純にね、治療期間が延びたっていうのが原因です。私たちの友人の中でも歯列矯正をしてた人がいるんですけど、最初あるクリニックに通ってて5年経っても治療が終わらなくて、ヒロ君がねずっと気にしてて、結果私たちのクリニックを紹介したんですよ。で、全部外して一から治療し直すっていうことをして、今はね無事に健康的な歯列を手に入れたわけなんですが、最初にかかった5年っていう時間と、その莫大な費用ですねが無駄になってしまったわけなんですよ。だから最初はね高いなって思ったんですけど、やっぱりいいクリニックを選んで私は本当に後悔してないし、結果それで良かったなって今なら思います。5つ目は痛み、抜歯、口内炎などについてです。矯正ねする上で痛みどうなのっていうのも気になるポイントだと思うんですよ。これに関して言うとめちゃめちゃ個人差があります。ちなみに私の場合は痛かったです。まあでもこれもずっと痛いわけじゃなくて、最初はもちろん痛いし、でワイヤーを締める時っていうのが、まあ、1ヶ月に1回来るわけですよ。そのタイミングが痛かったりとかで、初日に関して言うとナッツやキュウリなんか硬いものはもちろん食べれないと思ってたんですけど、本当にね何を柔らかいもの噛んでも痛ってなってましたが、これもね本当に慣れていくんです、痛みに。あとね、ちょっと痛いなって思うのが喜びに変わってくるタイミングがあって、あ、痛いってことは歯が動いてるから美しい歯に向かって動いてるんだっていうモチベーションになるようになったんです、私の場合はですけどね。で、大丈夫です。最終的にはナッツもボリボリ食べれるぐらい慣れてくるので、本当に痛かったとしても私の場合は大丈夫になっていきました。ちなみにヒロ君はワイヤーをつけたその日から外す最後の日まで一度も痛くなかったそうですっていう人もいるので、これはちょっと一概には言いませんが、痛みに関しては、あなた次第です。抜歯についても気になっている方多いと思うんですけど、これは歯列だったりとか治療計画によって個人差があると思います。ちなみに私のが抜いたのはこちらの、タラーン3本です。これね、記念に撮ってあるんですけど、上の犬歯の外側1本ずつと下の真ん中の歯を1本、合計3本抜きました。で、もともと下の歯は本来2本生えてるんですけど、私は1本しか生えてなかったので、それをねちょっとずつ削って真ん中に歯を寄せていく形で動かして最終的に細くして抜いてもらいました。で、抜歯が痛いか痛くないか、まあ、経験されてる方いると思うんですけど、まあ、痛いんですけど一瞬で終わるし、麻酔とかもできるので私はそんなに苦じゃなかったです。あとトラブルとしては口内炎ができやすいんですよ。なぜならこの歯のところにね器具がつくわけなんですけど、特にねこの辺りの外側のところ、頬の内側にその器具が当たってこの内側に口内炎できるんですけど、これが結構痛くて、ただちゃんとね、こういうワックスって呼ばれるものがあり、これをね、くるくる丸めて練り消しみたいにつけるんですけど、こういうのを使えばね、痛みも軽減できるので、いろいろね、トラブル対処する方法はあるので、安心してください。6つ目は治療期間です。私の矯正にかかった期間は3年と8ヶ月でした。
34歳からスタートしたので割と遅めの方だとは思うんですけど、今は大人になってから始める方もたくさん増えてて、あとコロナ中マスクで隠れるからっていう理由もあり、すごいね強制してる人増えたと思うんですよ。で今本当に悩んでて始めるのを、検討してる方は私が背中を押すので、ぜひやってみてほしいと思います。もし仮に30代40代から歯列矯正始めたとしても、私は全然遅くないと思います。この先人生ってまだまだ続くし、まあ、仮に治療期間が 3,4 年かかったとしても、長い人生の中で私の中では本当一瞬だと思うんですよね。なので、今迷ってる、ちょっと年齢重ねて遅いかもと思ってる方は、ぜひ始めてみるのいいかなと思います。7つ目は矯正期間中の食事や歯磨きについてです。これも結構ね気にされてる方多いと思うんですけど、食事に関しては先ほどお伝えした通り、やっぱりね硬いものがなかなか食べづらかったりするんですよ。なので、ワイヤー締める時とか、ちょっと痛みを伴うって予想できる時には、豆腐だったりって柔らかいものを冷蔵庫にストックして準備してました。で慣れてくるとね、全然硬いものは食べられるんですけど、次にワイヤーの間にすごいいろいろ物が詰まるわけですよ。でそんな時にね、こういうねツールがあって、歯間ブラシ、もっとね太いものもあるので、太いものも使いやすかったりするんですけど、ワイヤーに詰まった時にちょんちょんちょんってこういう風にね、こういうツールを使って外したりとか、あとね慣れてくると次第にちょっと失礼しますって感じで、舌をうまく駆使して、あ、ここに詰まったなっていうのを上手に取れる技術っていうのも身につきますので、そこに関しては全然心配しなくていいと思います。で歯磨きですけど、結構ね大変だとは思うんですが、ここを徹底的にしっかりやっておかないと虫歯の原因になってしまうので、だいたい15分ぐらいかけてやってました。ここはちょっと大変だと思うんですけど、歯間ブラシとかフロスとか歯磨きを駆使して、やっぱりここでちゃんとしっかりするっていうのをやっておくと、将来的にもね虫歯になりにくかったりするのと、私はやっぱり自分でやるのにも限界を感じてたので、まあ月1に行く矯正歯科さんでクリーニングしてもらうのの他に、3ヶ月に1回、別の歯科衛生士さんにクリーニングをしてもらってました。8つ目は結果です。これは本当にやってよかったと心から言えます。私の人生において一番やってよかったことの一つかもしれません。で最初は治療始めた頃って、歯が綺麗に美しくなればいいと思ってたんですけど、実は歯列を美しくする根底には、いかに噛み合わせが大切かっていうことを先生から学びました。これはね、ある一流スポーツ選手の話なんですけど、遠征って多いじゃないですか。でホテルに着いたら一番最初にやるのが歯磨きらしいんですよ。でなんで歯磨きをするかっていうと、仮に虫歯になって1本歯を失ったとしたら、筋肉の使い方だったり力の入れ方が変わって、最高のパフォーマンスを発揮できなくなるかららしいんです。それぐらいね、一流のスポーツ選手っていうのは皆さん歯を大切にされてるそうです。私の歯に対する意識も矯正前とはガラッと変わりました。今では PMTC といって、3ヶ月に一度歯科衛生士さんに徹底的に綺麗にしていただくクリーニングにも通っていますし、虫歯のチェックも定期的に行っています。今後の人生ね、もう本当に絶対に一本も歯を失いたくないので、この健康的な歯が維持できるように、今後もしっかりとケアを続けていきたいと思っています。本日の動画は私の歯列矯正の体験談をお伝えしましたが、いかがだったでしょうか。今歯列矯正をしようと検討されている方、ぜひこの動画が参考になれば嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。なぎさでした。バイバイ。